そうですね、チームの決まり事をしっかりと一人一人が遂行して、まあ、自信を持って一人がですね、コート上でプレーしてたと思うので、それを引き続き続けれればなというふうに思います。最初シュートを何本か外した時はもうすでにシュート感覚がおかしかったんですけど、まあ、コンタクト自体もほぼほぼ初めてだったので、練習もコンタクトの対人には入ってなかったので、まあ、ほぼほぼ初めての中でにしては、まあ、ちゃんと合わせれたかなっていう気はします。はい、まあ、やっぱりメインではシェイとエリックが出るっていうことになるんですけど、まあ、いかにどういういい流れを作りながらつなぐかっていうのを今自分の仕事だっていうふうに思ってるので、当然それはオフェンス面では3ポイントであり、ディフェンス面では体を張って1本でも多く、相手の主力の外国人選手に点を取られないっていうところを意識してやらなきゃいけないので、まあ、やっぱ責任は結構でかいと思います。まあ波があるチームだなって思うので、僕たち自身もすごい前回に引き続き勝つチャンスがあるなっていうふうに思ってるので、そこはやっぱり僕たちの良さを出してしっかりと勝ち取りたいと思うんですけど、当然向こうもリベンジに燃えてくると思うので、やっぱそこはコートでお互いが表現し合う場所じゃないかなというふうに思います。はい、初めての、筑波開催なんですけど、まあ、僕自身がね初めての筑波開催なんですけど、まあ、初めてのことが多い中で、やはり皆さんはいつも通りですね、会場に来ていただいて僕たちの背中を押していただいて、僕たちのメンバーが少ない中でもですね、皆さんと共に戦うっていう気持ちは常に持っているので、ぜひですね、会場に来て僕たちの背中を押してください。応援よろしくお願いします。